の試合はコパ・リベルタドーレス決勝トーナメント1回戦セカンドレグ、リーベルプレート対タラカス FC、 エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラお届けしてまいります。さあ北澤さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。コパ・リベルタドーレス決勝トーナメント1回戦セカンドレグ、リーベルプレート対タラカス FC。 リーベルプレートアウェーでのファーストレグは引き分けという結果でした。ですので今日このセカンドレグを勝利すれば準々決勝への進出が確定します。サネ、遠藤、トータルリードとなります。これはちょっとキーパー反応遅れてしまいましたね。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよ ね、 そうですね。もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、リーベルプレート、この試合リードしたところでトータルスコアでも優位に立つということになりました。リーベルプレートがこの早い段階で点が入ったことについてどうご覧になっていますか？この時間帯のリードっていうのは非常に戦いやすいですよね。遠藤、バルブエナ、クラウチエ、サーニャ、このファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。リーベルプレート、立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。ここは読んでいました。遠藤、サニアへ、レベイエル、さあヘススナバスへ、モッタ、サニャ、さあ前線へ、拾いたい、ヘススナバス、ヘススナバス、わずかに右へそれました。距離はありましたけども、精度の高いキックで狙ってきましたね。この柔らかいパス、このボールに触ります。レベイエール、ヘススナバス、バルブエナ、サニアへ、抜けてくる、持った。リーベルプレートとしてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。バルブエナ、スペースへ出す、いいオーバーラップですよ。あっと、まで来た、あっと、これは、いや、ここでこれは悔やまれます。痛恨のミス、どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう？でもまあ形はどうあれ1点は1点ですよね。さあリーベルプレート、思わぬ形で1点が入りました。
まあもらった形にはなりましたけども、これで2点リードですからね、はい、相手もオンゴールでちょっとリズム崩れてるでしょうし、試合を有利に進めていけそうですね、はい、そうですね、裏に味方を走らせる、来たー、カラカス FC、 前半も残りわずか、まさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール、しっかりキーパーの位置を見て柔らかく狙ってきましたよね、冷静な判断、ボールコントロール見事でしたね。さあカラカス FC、 あと1点というところ、裏打ちと、これはつながりません、ここでレフリー笛を吹きました、熱い前半が終了します。さあワンゴール、さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね、ですけどまだ 2-1 ですから、うん、お互いに気の抜けない点差ではありますよね、はい、次の1点がこの試合のポイントになりますよ。なるほど、リーベルプレートとしては今のところリードしてますけど、点も入れられてますから、まだまだ油断は禁物ですよ。リーベルプレートが2対1でリードを前半を折り返します。では後半見ていきましょう。フリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。流れを止めます、ウェリグトン、デベイエ、エススナバス、モッタ、さあクラウチへ、味方を走らせる、バルブエナ、枠のど真ん中蹴り込みます。いやちょっと綺麗に飛びすぎちゃいましたね、ここはカットします。サニア、遠藤へ、持った、長いボールを振ります、遠藤へ、サニア、また中央へ、コントロールできるか、ヘッド、ルーズボールになる、枠を捉えたか、ここで見せてくれました、いやよく触りましたね。上げてくる、どうだ、ポキタポストの跳ね返りは、しかしこれよく止めましたね、決して簡単なボールではなかったと思いますけども、よく止めましたよね。大きく縦、ちょっと危ないぞこのパスは、レメイエール、縦を使います、左サイドのドリブル、シェビッチ、ウェリグトン、レベイエ、一旦間合いを取ります、さあ抜きにかかるか、ヘススナバス、前線へのボール、カットです、
一旦キーパーへ下げます。これはオフサイドを取られます。リーベルプレーヤーとしてはいやこのまま終わりたいでしょうね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。縦へのボール、手元の時計ではもう時間がありません。レベイエルスルーパスを出す。サイドラインを割ったところで長い笛、2対1、リーベルプレート1回戦を勝利しました。さあ北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。リーベルプレートとしては戦前の予想通り順調な試合運びができましたよね。予想通りの展開だったと思いますよ。はい、そうですね、